皆さんご機嫌いかがですか。車好きのパラダイスザモーターウィークリー DJ の藤本恵美里です。今日も30分間ディープな車の話題で盛り上がっていきましょう。さあ今回のザモーターウィークリーはコンパクトプレミアムカーを取り上げます。 BMW ミニを筆頭にしてアウディ A1 などインポートブランドが中心となって盛り上げるこのクラス、コンパクトなボディにクラスを超えたプレミアムテイストを盛り込み独自の世界を築いています。そんな小さな高級車にスポットを当ててみました。今回のコメンテーターはこの方です。モータージャーナリストの石井正道さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石井さんはあれですか、お盆休みとかっていうのは取られたんですか。特に休もうと思ったわけじゃないんですけれども、この時期あんまりロケとか取材がないんですね。だから自動的に、事務所にずっといたりしました。あ、そうなんですか。はい、じゃあ、モータージャーナリストさんとかも、お盆っていうのはこう、お休みになるものなんですね。そうですね。撮影なんかがしづらいんですよ。車の撮影って観光地の付近でやることが多いんで。混んでるから。混んじゃうから、この時期はちょっと避けるんですね。ああ、そっか、じゃあ、のんびりできました？まあ、原稿は結構溜まってたんで、遊びには行けなかったんですけれども、いつもよりは、こう、体が楽でしたね。あ、そうなんですね。あと、お盆の時の都内って、結構空いてて快適なんですよ。ね、下道はね、そうみたいですよね、都内。だからちょっと買い物に行くとか、いうのがね、かなり快適ですよね。まあでも、変わらずじゃあ石井さんお仕事されてたみたいな感じですよね、そうですね、ちょっとダラダラ仕事してたような感じです。はい。そんなですね、もう一生懸命お仕事されてる石井さんも、きっと、って思う、私もですね、お盆休みとかないんですけど、嬉しいって思うようなメッセージをいただいております。何でしょう。こちらがですね、東京都狛江市の森さんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この方のポッドキャストで、聞いてくださったそうなんですね。モーターウィークリーポッドキャストで初めてお聞きしましたという森さん。DS5 をほぼ一目惚れで、5年ほど乗ったロードスターから乗り換え決定しました。気になっていた足回りのことも取り上げていて、やっぱりそうだったんだなぁと。これからは郊外の仕事にも快適な相棒になってくれることと思いますが、納車日未定で待ち遠しいという感じです。また聞きます。なるほど。DS5 僕がちょっとインプレッションさせていただいて、まあサスペンションの話なんかもしたんですけれども、僕の説明が響いてくれるってことはかなりの車好きの方だと思いますね。でロードスターも乗ってるってことだから、結構足回りとかの良さにこだわる人なんじゃないかなと思いますね。あれ、石井さんもロードスター乗ってらっしゃいます。そうですね、はい。ね、ロードスター、まあ、昔も2台持ってたりとか、ね、結構、ね、はい、付き合いは古いです。なんかすごく共通部分もたくさんあるのかなっていうふうに思いますけど、でもこうやってその車を紹介していて、買いましたっていうね。これはちょっと嬉しいですね、相当ね。そう、実は私もツイッターをやっていて、ツイッターでですね、イボークを買いましたっていうふうな書き込み書いてくださった方もいて、いや、なんか嬉しいな、頑張らなきゃな、なんてね、本当思います。皆さんメッセージありがとうございます。さあ今日も石井さん、じゃあたっぷりよろしくお願いします。はい、お願いします。モーターウィークリーでは皆さんからのメッセージ募集しています。メールアドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp。 番組の感想はもちろん、こんな車を特集してほしいなど何でも結構です。お待ちしています。さて今週のザ・モーターウィークリーはプレミアムコンパクトカーにスポットを当ててお送りしたいと思います。石井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずですね、このプレミアムコンパクトカーっていう、もう言葉なんですけど、この言葉っていうのはもうすでにすごく一般化しているものなんですか。そうですね、ここ10年ぐらいで、だんだん浸透してきたという感じはありますね。ここ10年ぐらい、というのもこのカテゴリーをこう切り開いて市場を広げていったのは、ミニなんですね。でミニが出てきたのが2001年、日本での発売は2002年からですかね。だからちょうど10年前ぐらいなんですね。10年前はこれってなかった、あのね、
昔からあるはあるんですよ。1960年代ぐらいから、はい、まあ、イギリスのバンデンプラスプリンセスとかですね。まあ、その世界では有名な小さな高級車みたいな車あって、ちょこちょこ出てきてたんですけれども、ここまでブレイクしたのは、ミニが最初ですね。新しいミニね。今のミニですね。はい。考えるとそれってじゃあすごい世界を作っちゃったということですよね。そうですね。ニューミニですかね。が出るときには、うん、まあ、もちろんみんな期待していたし、はい、結構売れるんじゃないかと思ってたんですけれども、はい、まあ、想像以上に、おそらく作ってる人たちも思ってた以上に売れたんですよね。ああ、じゃあ嬉しいびっくりですよね。そうですね。ミニってこうブランド力がある、ネームバリューがあるんで、有利だなんて言われてたんですけれども、はい、例えばアメリカなんかはミニって全然知名度がないんですよ。昔売ってなかったんで、でそこのアメリカでもニューヨークとか、まあ都市部で本当に大受けして、もう一気にミニがおしゃれな車として認識されたぐらいなんで、うん、本当にね、そのなんて言うんでしょうね、爆発力があったっていうかな。へえ、うん、いや、そうやってお話聞くと、はい、ミニってその改めてすごいんだなっていうの。すごいですよね。うん、日本でもね、今例えばミニに乗ってるっていうと、多分車に全然興味ない人もお子ちゃまとか、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんも、ああミニねっていうふうに分かると思うんですよ。分かりますよね。で、なんとなくミニに乗ってる人に悪い人はいないような気がする。ちょっとおしゃれなんだろうなっていうのもなんとなくイメージできるじゃないですか。うんうん、だからキャラクターが本当に立ってるんですよね。ああ、うん、ここまでね、キャラクターが立ってる車ってなかなかないですよ。プリウスなんかもね、結構いい人だろうなっていうようなイメージあるかもしれないですけども、まあ、プリウスはね、日本で一番売れてる車じゃないですか。はい、で、まあ、それ、プリウスがキャラクターがつくのはなんとなくわかるんですけれども、ミニはおしゃれっていうことでね、ついちゃうっていうのはすごいですよね。確かに。今ね、なんかプリウスのお話も出ましたけど、はい、その国産車ではでも、このプレミアムコンパクトっていうのはどうなんですか？あんまりこう、耳にしなくて、インポートブランドが中心なんですかね？そうですね、強いですね。あるにはある。かもしれないぐらい。かもしれないぐらい。ね、意外と、なんだろう、マツダのベリーサとか。ベリーサ、はい。ちょっと、通なとこなんですけれども、好きな人は好きで、はい、もう僕はこれしか乗らないっていう人もいたりとかですね。あ、じゃあ結構、うん、マニアックな車と言ったら変ですけど。まあそうですね。コンパクトカーなんだけど、ちょっとデザインとか凝ってて、まあ質感も良くしてる。日本車の中ではね、車だったり。あと最近では、日産のジュークってあるじゃないですか。はい、あれもまあコンパクトカーだけど、ちょっとデザインが面白くて、結構人気になってますから、うん、やっぱりね、ミニが、2001年、2002年ぐらいから切り開いてきた市場が大きくなってきて、みんなこの小さな高級車というか、まあプレミアムカーですね。はい、これに興味を持つようになったんじゃないですかね。で、やっぱりね、こう、はい、ミニがその大成功したわけですから、はい、となれば、他のライバル陣営も、そうです。黙ってはいないわけですよね、きっと。だから、ここ、2005年ぐらいから、まあ僕、その国際モーターショーも、大体メジャーのところは取材してるんですけれども、はい、まあどこのメーカーもやっぱり、プレミアムコンパクトカーをドーンと出してきてますよね。やっぱりだって、小さい車なのに高いけど、売れるんですもん。そうですよね。それはメーカーとしてはこれはやらざるを得ないですよね。例えば石井さん、他にどんな、はい、ものがあるんですか？プレミアムコンパクト。そうですね。この間、お届けしたシトロエンの DS5。この間は5でしたけど、はい、このシトロエンの DS シリーズっていうのは、プレミアムカーなんですね。あ、プレミアムカー。はい。で、プレミアムコンパクトになる と DS3 ですかね。DS3。はい、C3 っていう、まあ普通のスタンダードなシトロエンの車があるんですね。はい、コンパクトカーです。でそれに対して、C じゃなくて DS の3になると、プレミアムコンパクトカーになりますね。まあシトロエン自体がちょっと個性的なブランドなんで、C3 も十分個性はあるんですけれども、さらにプレミアムですから何かしらの価値を付加価値をつけてるということですね。石井さん、ちなみに、はい、私石井さんの運転で DS3 助手席にね、乗せてもらったんですよ。はいはいはい。覚えてます？箱根ですよね。そうです、そうです。はいはい、覚えてます、覚えてます。あ、覚えてます。はい。なので、ちょっとまあ、プレミアムコンパクト、はい、
の助手席にちょっとこうプレミアムが乗ったかなみたいな、うん、今すごい本気で石井さん詰まってましたね、はい、言葉にね、大変失礼いたしました、はいはい、はい、じゃあ話を戻しますね、その他にありますか。今コンパクトって言ってるのは、はい、ミニを中心とすると、B セグメントっていうカテゴリーですね、はい、そうすると日本車だとフィットとかビッツとかあの大きさになります、うん、それでプレミアムコンパクトというとですね、アウディ A1。アウディ A1、うん。ですね。はい。で、メルセデスとか BMW は、ここまで小さいのは今持ってないですね。今お話が出ましたよね。はい、例えば、ビッツとか、フィットとか。はい、で、金額で考えると、うん、結構違いますよね。そうですね。ビッツとかいくらでしょう、120-130万円ぐらいから買えますよね、ですよね、でちなみにそのアウディの A1 とか DS3 ってなると、はい、もう200万円台後半、はい、まあちょっとグレードによっては300万円超えちゃいますよね、ですよね、うん、ちょっと思ったんですけど、はい、そのプレミアム感を味わいたいなら、はい、うん、ミドルクラスやアッパークラスを買うっていう選択もあるじゃないですか、はい、ありますね。でもあえてそこでこのコンパクトカーで、はい、プレミアム感を味わいたい、はい、もともとプレミアムカー、これはまあ高級車ともほぼイコールなんですけれどもね、はい、例えばメルセデスベンツだったら一番大きい S クラスが、まあ、一番偉いと言われてたというか、うん、まあ、そういうイメージですよね。ただだん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 こうやっぱ自動車のこうユーザーも成熟してきて、いろんな感性がこう個性とかを大事にするようになってくると、うん、逆に小さいのに高級だっていう方が何でしょう、おしゃれ上級車みたいな、ああ面白い、うん、あそうか、新しい価値観ですよね。ヒエラルキーが全く変わってきてるってことですね、うん、で小さいけどこんなにプレミアムだぜっていう車が今その一番、まあ、おしゃれというかその何でしょうね、最先端なんだと思いますね。ああなるほど、うん、そうか、価値観がまた新たな価値観がじゃあ生まれてきた、ね、っていうことなんですね。まあそれと多分時代がですね、まあ環境問題とかに対しても敏感になってきてるんで、はい、ちょっと無駄に大きい車じゃなくて、まあ自分のこう生活に合ったサイズにしようという、うん、まあこれダウンサイジングなんて言い方しますけれども、はい、まあこういう流れもちょっと重なってきて今プレミアムコンパクトが盛り上がってるってことだと思いますね。実はですね、私この間アウディの A1 ショップテラス東京というのね、はい、オープンしまして、はい、で早速取材にお邪魔したんですけど、はい、でその時にやっぱりこのアウディの A1、うんうん、スポーツバッグだったんですが、はい、ちょっとハンドルを触っただけでも、はい、なんだろう、なんかすごく高級感があるというか、はい、すごくしっかりしてるような感じがしたんですね、はい、でそういうところでもちょっと嬉しくなるじゃないですか、はい、なんとなくっていうのも一つのアウディの価値で、A1 もやっぱりそういうところ、普通のこうコンパクトカーとはちょっと違うぞっていうところがハンドル握ると分かるんだと思いますね。あ、そっか、じゃあまだまだそういったものも隠されてるんですね、うん、そのおしゃれとか高級感っていうだけじゃなくて、はい、うん、そうそう、だからアウディとして、アウディが持ってるプレミアム、ここにはいろんなものがあって、はい、もちろん超ハイクオリティで、見た目もね、なんかすごくこう質感が高いなんて言い方しますけれども、はい、見るからによくできるなみたいなところとか、まあデザインのセンスがいいとかいろんなのあるんですけれども、やっぱ走りには走りのこだわりがありますからね。うん、実は私もこの A1 のスポーツバッグ、ね、ちょっと乗らせていただいてきましたので。あ、なんですかそのドヤ顔は。ドヤ顔してました。そう。ちょっとぜひですね、はい、その話後半戦で皆さんに聞いていただきたいと思います。はい。さあ今日はですね、プレミアムコンパクトカー、はい、スポットを当てて石井さんに教えてもらってますけれども、実は私ですね、A1 ショップテラス東京という、はい、アウディのですね、期間限定でできましたショップに行ってきたんですね、はい、そこで、A1 の5ドアのスポーツバッグ、はい、乗ってきたわけですよ。なんでそんな偉そうなんだって。急になんか腰に手当てて話し始めたから。いやいや。皆さんには見えないと思うんですけども。そうなんですよね。はい、ラジオなんですけど、はい。すいません。これがね、楽しくて本当に。まずですね、はい、その A1 ショップっていうのは稼働型のショールームとしてグローバル展開されているんですね。ああ、なるほど。うん。サーカスみたいなもんですかね。あ、そうです、そうです。そうです。2010年に A1 が発売された時に、はい、バルセロナで初めて公開されて、で日本では大阪、名古屋に続いて今回の東京が3回目ということになるんですけど、はい、そこでこの A1 のですね、うん、スポーツバッグ
なんと乗るチャンスがまた後ほどご紹介しますけど あるんですね。なるほど。行けば乗れるんですか？実は、そういったチャンスがあるんでございます。チャンスがある。はい。はい、そのチャンスを掴んだと、藤本さんの場合は。そうなんですよ。なるほど。で、はい、皆さんも聞いてらっしゃる方もですね、このチャンスぜひ掴んでいただきたいなということで。なるほど。はい。はい、では、その A1 ショップに先日お邪魔してきました、その取材の模様をお聞きください。わあ、こちらが、A1 ショップテラス東京なんですね。あ、すごい。屋根がね、ない、あの、オープンのスタイルだから、ものすごい開放感ありますね。あ、これはまた気持ちいい。で、この場所なんですけど、なんといっても、表参道の駅からもすぐという、もうまさに東京の中心地に、いやー、これは行きやすいし、で、やっぱり目立ちますね、さすがにね。こちらにはですね、アウディの A1 スポーツバッグが、止められています、展示されています。でその他にもなんですが、アウディはサッカー日本代表のサポーティングカンパニーですので、限定モデル A1 サムライブルーリミテッドエディション、こちらも展示されてますよ。かっこいいですね、やっぱりね。そしてこちらはディーン&デルーカとコラボレーションしました限定のオリジナルドリンクが飲める A1 テラスバーというのも併設されています。これがまたね、ドリンクもおしゃれなんですよね、すごく。はい、A1 ショップテラス東京。まあ私の話だけではまだまだ物足りない感じなんですけど、ここで私、ドライブに出かけていきたいと思います。A1 のスポーツバッグをお借りして、今からドライブしてきます。さて、私がやってきたのは、ガーデンカフェウィズテラスバーです。テラスに座らせてもらってるんですけど、聞こえます？これがね、またいい感じですよ。いいのかな、こんな素敵なランチ。今日は TLS バーガーいただいてますけど、アボカドと、あとはすごくビッグなハンバーガーが挟まってます。どうしよう、いいの、こんなに幸せで。いやー、池もあって、まるでこうリゾート地のようなおしゃれ感と開放感、素敵ですね。デートできたら絶対にうまくいくと思います。ここはね、ぜひこちらで口説いてほしいなんて思いますよね。どうですか、最後の音はですね、番組のですね、ね、エキサーさんというかディレクターさんがですね、つけてくださったんですけど。なんか、一人なのに妙にハイテンションみたいな感じでしたね。そうそう、やたらハイテンションでしたでしょ、私、はい。楽しかったんですよ、本当に。まず、石井さん、その A1 ショップもね、皆さんにまた改めてちょっとこの後お伝えしたいんですけど、そのアウディの A1 のスポーツバッグについて、うん、石井さん、どんな車なのか教えていただきたいなと。スポーツバッグはですね、A1 はもっと前に発売されていて、これは3ドアだけでしたね、でスポーツバッグは5ドアです、はい、でまあ単に A1 の3ドア5ドアって呼ぶんじゃなくて、3ドアは A1、で5ドアは A1 スポーツバッグと呼びます。でまあ単に5ドア化しただけじゃなくて、少しですね、まあやっぱリア周りとか、天井の周りとかは少し変わっていて、後席の居住性が良くなったりとかですね、単純な5ドア化よりもうちょっとこう突っ込んだ開発をしてるという感じですね。後席とね、居住性がっていう話も中にありましたけど、この取材時に、番組のスタッフ大人 1,2,3 3人乗せて、全部で4人ってことですか？全部で4人でしたけど、乗れましたもんね、すごい大きい。スタッフの方ってあの人ですよね。そうです、そうです。180センチ以上のあの人です。いや、なんかあんまり想像できないけど、でも大丈夫だったですね。全然ね、その室内もすごく余裕があったし。そうなんですよ。結構、こう、屋根をですね、後ろまでの延長していて、特にこう、頭周りが広くなってるんですよね。A1 の3ドアに対して、スポーツバッグって。そうなんだ、だから余裕をこう感じられたんですね。そうですね、あの人の頭でも大丈夫だったってことは、大抵の日本人の方は大丈夫だと思いますね。話を戻しまして、A1 ショップテラス東京。こちらがもうなんて言うんでしょう。私の取材の声にもありました通り、ただの車のショールームじゃないんですよ、石井さん。一人で幸せそうだなってのは分かったんですけど。内容は。こう、
カフェ的な感じとか、どうなんですか？そうなんです。カフェもね、併設されてるんですね。で、それが、ディーン&デルーカって言って、世界中の美味しいものを集めた食のセレクトショップ。そのディーン&デルーカのコラボレーションした限定のオリジナルドリンクが、こちらのショップで飲めるんですね。なるほど。でね、これ私、ミントジュレープソーダっていくつか種類がある中で、はい、そのミントのがあるんですけど、これがもうミントの葉がたっぷり入ってて、すっごいスッキリするんです。夏には良さそうですね。いいですよ。すごくね、美味しかったです。はい、で、そこにはですね、はい、A1 のスポーツバッグ。はい、そして、特別なものも展示されていたんですよね。A1 のサッカー日本代表のサムライブルーリミテッドエディション。はい、それを見ることもできるのかなというふうに。でですね、さらに A1 ショップテラス東京を起点に A1 スポーツバッグに試乗してランチをするというスペシャルなメニューもあるんですね。はい。はい。で、これ1日1組限定なんですけど、それは提携しているディーン&デルーカ丸の内店でランチサービスが受けられるという、まあ、ランチクルージングという名前で。なるほど。試乗もしてランチもできちゃうっていう。うん、そう、そうですね。すごいですね、それね。で、他にもですね、はい、スペシャルサービスが受けられるお店がたくさんあるんですね。で、私がお邪魔したのは、品川にあるガーデンカフェウィズテラスバーというお店なんですけど、はい、こちらもね、都会のオアシスみたいな気持ちいい場所なんです。すごく。ハンバーガーいただいたんですけど、はい、もうペロリとね、全部いただいちゃいましたけど。なんか、あんまロマンチックじゃない感じの。そうです。はい、なんで私が言うとね、こう離れていくのかわかりませんが、はい、でもロマンチックなお店がですね、たくさんあるということで、はい、はい。A1 スポーツバッグと一緒に素敵な時間が過ごせるじゃないですか。はい、そうですね。ランチとか行くんだったら、うん、まあ、2時間とか3時間ぐらいかかりますかね。かかりますね。ですよね。はい、普通ディーラーで試乗しようと思ったら、まあ、15分とか20分で短いじゃないですか。はい、で、それだけ長い時間乗れるし、おそらくランチ行くんだったらどっか初めての駐車場に停めるとか、うん、そういった使い方をすると思うんで、本当に A1 スポーツバッグ買おうと思ってる人にとは、もうそれはぜひね、体験してみた方がいいでしょうね。そっか、うん、そうですよね。車庫入れしてみたりとか。そうそうそう。自分の生活に入れたらどうなるんだろうっていうのはすごく想像つくと思うんですよね。やっぱそれはね、一、はい、日ね、一組限定になりますよね。うんうん、よく分かり合っていただいてということです ね、はい、そうですね。この A1 ショップテラス東京なんですけど、はい、10月31日までオープンしてます。あ、まだまだ結構時間ありますね。うん、大丈夫です。うん、ぜひね、皆さんも行っていただきたいなと思います。はい、場所は表参道交差点のすぐ近くです。はい、はい、ぜひ夏休みを利用して、はい、青森の方もね、そうですね、遊びに来ていただきたいなと。都内いっぱい遊ぶスポットありますけれども、うん、まあ、当然表参道は青山近辺行ってもらいたいんで、その中でね、ここでランチクルージング、はい、ゲットできたら相当いいプログラムになりますよね。いいね、すごく素敵なね、うん、お休みになると思います。はい、詳しくはですね、 A1 ショップテラス東京で訪ねていただきたいと思います。はいはい、今回のザ・モーターウィークリーはプレミアムコンパクトの魅力についてお送りしました。いかがでしたでしょうか。実は私コンパクト買って、はい、なんだろう、こう、今まではデートに向かない車かなと、なんとなく思ってたんです。でもこのプレミアムコンパクトカーだったら、もうデートにも堂々とね、男性の方は偉そうにして乗っていけますよね。そうですね。というよりも、今時はですね、小さくてセンスのいい高級車に乗ってる方が、僕は上級車だと思いますね。お、賢い感じがするんですよね。スマート。ああ、うん、そっか、うん、そうですよね。はい。石井さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、アウディ A1 や A1 ショップテラス東京の写真、そして石井さんの写真も番組ブログに掲載してます。イエイ。ぜひチェックしてみてください。さあ、そしてプレゼントのお知らせです。はい。本日番組でも紹介したアウディ A1 ショップテラス東京で、ザ・モーターウィークリーを聞きましたと言っていただくと、先着50名様にディーン&デルーカの限定オリジナルドリンクを無料でサービスしちゃいます。僕帰り行ってきますじゃあ。そう、オープン時間とかありますからね、はいはい、ちょっと調べていただいて、はい、はい、ここでしか飲めないオリジナルドリンク、ぜひ皆さんも足を運んでください。はい、さらにもう一つ、9月8日土曜日、9日日曜日、富士スピードウェイで開催されるスーパー GT 第6戦の観戦チケットを5組10名様にプレゼントいたします。注目のスーパー GT、目が離せませんね。
ご希望の方はメールにスーパー GT 観戦チケット希望とお書きになってご応募ください。締め切りは8月25日土曜日までです。そして番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。ご意見、ご感想、愛車自慢などなどぜひ送ってくださいね。アドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp です。お待ちしています。さあ来週は人気企画の青い目が見た車選びです。コメンテーターにはピーター・ライオンさんをお迎えして、日本ではあまり報道されないレアな情報をお伝えします。お楽しみに。ザ・モーター・ウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。また来週。